株式会社オリエントコーポレーションは東京都千代田区に本社を置く日本の大手審判会社である。オリコはオリコカードなど正式な同社のブランド名であり、会社名を示す略称としても使われている。審判業界大手4社の一角をなし、販売信用オートローンは業界トップである。特にオートローンでは最短三十分程度で契約可否を行う審査ノウハウと、 中古車ディーラーに営業社員を訪問させる、フォロー体制があり、他社に一歩抜きんでたシェアを有する。2007年11月には、楽天 KC から、旧国内審判事業のオートローン事業や、ショッピングローン事業等を譲り受けした。クレジットカードの有効会員数は2020年3月末時点で1101万人で、ある。第一環業銀行との結びつきが強く、 かばらい金返還に伴う巨額の貸し倒れ引き当金と赤字を計上した2010年9月には、水保フィナンシャルグループが筆頭株主となり、持ち分法適用関連会社とされた。2015年9月末までに出資比率を、現行の約22%から49%までに引き上げ、ビッグデータの共同活用等を行い、新たにカード事業を中心とした。 決済事業分野での連携を強化する方針を取った。水保銀行の ATM に掲示されている使用可能クレジットカードの表記では、水保と資本的結びつきが強い UC カードとクレディセゾンと並び、他のカード会社と比較して大きく表記されている。社名のオリエントは東洋の英語読みである。古代オリエント博物館の運営は同社である。オリエントという名前は、 一般的に日本の高度経済成長期において使われた単語であり、著名企業では、オリエントリース、オリエンタルランド、オリエンタルなどが同じ語句を使用しているが、資本的な関係はない。2006年度は同業他社が早期に改革に乗り出す中、ギリギリまで黒字を形上する見通しであったが、貸金業法改正による、 グレーゾーン金利廃止などの要因から2007年3月期決算で4579億円の赤字に陥る見通しとなっている。これにより大幅な改革に乗り出す構えであり、債務超過回避と経営改革の資金調達のため、水穂グループにグループ会社化を前提として、同グループを中心に総額2900億円の資本増強の実施を要請している。また、 経営体質を強化するために、今後5年間で営業拠点を半減させるとともに社員を1300人削減し、本社ビルの区分所有権を森ビルへ売却した。経営改革は、同業の三菱 UFJ ニコスやアプラスも乗り出すことを発表しており、水穂グループ入りを踏まえた、今後の改革に期待されるが発表された経営改革が、 カップ販売中心で親身に欠けているとの批判も多い。2007年3月期に債務超過に陥ったことから、上場について、東証一部から二部に指定替えとなった。そして、資本欠損の店舗のために、2007年5月2日に、資本金の減少を行った上で、債務の株式化と、水穂グループ、伊藤忠商事等を割り当て先とする。 第三者割当増資を実施した。それに伴い、株式併合と単元株式数の変更を行った。同年6月28日に、原資と増資によって生じた、資本準備金と常用金を欠損店舗に充当する措置を実施した。2008年から、水穂銀行による支援が開始されたが、経営再建を果たせず、2010年9月には、 水保フィナンシャルグループが持ち株比率を27%に引き上げ筆頭株主となった。オリエントコーポレーションの社長、会長には歴代旧第一官業銀行出身者がついていた。2003年に暴力団構成員が同社支店勤務の社員に顧客リストを持ち出させ、オリコ側に金銭要求した強括未遂事件が発生。 同年3月にリストを持ち出した社員は、窃盗容疑で逮捕され懲戒解雇、暴力団構成員も、強括容疑で逮捕された。内部関係者持ち出した情報をもとに金銭を、要求する類似事件としてヤフー b b 顧客情報漏洩事件や、KDDI 顧客情報流出事件、ベネッセ個人情報流出事件などが発生している。2003年より、 悪質リフォーム業者が十分な判断能力がない高齢者に対して訪問販売で持ちかけた高額なリフォーム工事に対して圧戦を受けた織子など審判各社は慎重な契約確認などをせず高額な契約を締結させた結果手抜き工事や工事自体を実施していない契約不履行詐欺状態にあるにもかかわらずローンの返済を行わなくてはならない リフォーム詐欺事件が2006年に表面化した。契約者の返済が滞ると家屋を差し押さえられたり、団体信用生命保険の不保など、バブル期の変額保険問題を彷彿とさせるものであり、なりふり構わず、貸し付けるずさんな審査体制であるとマスメディアで、酷評された。なお、オリコは、この報道がされる1年前には率先して言っていた、有限会社富士商や、 類事業者に対して契約解除を行っている。2008年のカップ販売法抜本的な見直し改正の起因となった。2012年12月から開始された金融庁の調査により、水穂銀行暴力団融資事件が明らかとなった。これは、オリコのキャプティブローンにおいて、申し込み者が暴力団関係者であることのチェックをすり抜けて、 信用保証を引き受け、水保銀行が、オリコの信用保証と圧戦をもとに、自動車購入資金を融資した件数が230件、融資額2億9000万円あったとされるもので、2013年9月27日に、水保銀行に対し、金融庁から、業務改善命令が出された。問題となった、融資の内返済不能となった147件、 契約1億8000万円はオリコが、水保銀行に対し大弁祭していた。同年10月15日、斎藤正幸社長を委員長とする反社体制強化委員会及び特別調査部会が設置され、16日には、水保銀行とデータベース強化のためシステムを接続するなどの再発防止策をまとめた報告書を経済産業省に提出した。 また2014年1月には、同省からカップ販売法に基づき業務改善命令が発動された。クレジットカードなどの信用審査を行うために、以下の信用情報機関に加盟している。マスターカードのプリンシパルメンバーであり、マスターカードブランドを主力にするとともにマスターカード、ワールドワイドの国際理事として重要な役割を担っている。また、ビザに関しては、 UC カード株式会社の発行権を利用していたが、現在は発行権を取得している。さらに、株式会社 JCB とブランド開放提携による JCB のクレジットカードも発行している。一時期一般カードはマスターカードブランドのみ募集していたが、2014年、現在はビザ JCB ブランドの募集も再開されている。また、 シティカードジャパン株式会社が発行する定型カードであるオリコダイナースカードも存在するが、表立つ新規募集はなされていない。国際ブランド付きオリコカードには、海外旅行障害保険、国内旅行障害保険、紛失、盗難保障、シートベルト障害保険、ショッピングガードの各種保障、保険サービスが付帯する。ゴールドカードでは、保障内容が拡充されている。 現在発行している主な提携カードは以下の種類である。詳細は公式サイトを参照のこと。ありがとうございます。